大宮と大宮は日本各地で店舗や企業、家の屋号として使われる名称。幕末に坂本龍馬や中岡慎太郎が暗殺された事件の舞台となった京都、河原町通りの大宮は由緒ある醤油屋であった。店を営んでいたのは現在の市場河原町一帯に土地を持っていた名家、井口家で幕末の井口慎介の代に、土佐藩の御用達となり、 店の2階が、龍馬らの滞在先となっていたという。なお、大宮事件の詳細については、当該項目を参照。店としての大宮は現存しない。新助の子孫が、昭和前期まで、近親商店の名で醤油を製造していたが、それも戦後に廃業となった。幕末当時に店を構えていた場所は、現在、坂本龍馬中岡新太郎遭難の地と記された。 石碑が立っている場所の北隣にあたる。混流場所が林地になったのは、1927年の混流の際、土地所有者の了承が得られなかったためとされる。生口家の墓は、今回公明寺にある。元裁判官の井口博氏は、井口信介の末裔にあたる。AB、うまいぜよ坂本龍馬もうなった味暗殺の地。 大宮、直伝の醤油発見霊山歴史館で公開へ、3 k エ s と以前は旅行代理店だったが2013年12月21日より、K の、トンボ大宮本店の前に石碑と案内板が立っている。姫は子孫である、井口慎之助と共に、林地の所有者である、水島善太郎の名がある。中村武を、京都の江戸時代を歩く171ページ。 ありがとうございます。